トラバンチャンネル。では大山選手の会見を始めさせていただきます。代表インタビューはテレビ大阪の鴨井です。よろしくお願いします。はい、お願いします。サインはされましたでしょうか。はい、しました。言える範囲で構いません。金額面いかがだったでしょう。はい、ご想像に任せます。アップと考えてもよろしいでしょうか。そうですね、はい、すごくいい評価をしてもらいましたし、はい、頑張りたいと思います。ご自身で何かご褒美は考えてらっしゃいますか。まあそうですね、まずは、今年、まあ、1年間無事に終えることができたのも、まあ、妻のおかげでもあるので、まずはそこを、はい、しっかり、感謝の気持ちを込めて何かしてあげたいなと思っています。球団の方からは大山選手に対してどんな言葉がありましたか。まあ打線を、まあ、本当の意味で線として、してもらえたっていうことを言ってもらえたので、まあ、もちろんフォアボールであったり、まあ、それつなぎの部分で、しっかり打線として機能させることができたんじゃないかとは思うので、まあ、そこを評価してもらいました。その評価を聞いて大山選手自身はどのように思われましたか。まあ、1年間チームとして、やっていこうっていうことで、まあ、打線の中心として、まあ、それができたので、すごく、いい流れで、1年間できたと思うので、まあ、これを来年続ける必要もありますし、まあ、もっともっと、打線になるためにはどうしたらいいかっていうのを、見つけていきたいなと思ってます。来シーズン順調にいけば大山選手 FA を取得することになります。ファンの皆さん気になっているところだと思うんですが、そのあたりの話は球団とはされましたか。そうですね、はい、まあ、本当にいい条件を、提示してもらいましたけど、まあ、来年も、単年で、勝負させてもらうことにしましたし、まあ、まだ取ったわけではないので、来年、まあ、取得してから考えたいですし、今は来年優勝、まあ、連覇ですね、することしか考えてないので、そこが第一だと思います。大山選手から球団に対して逆に何か要望したことなどはありますか。いえ、まあ、特にはないですけど、まあ、でも、まあ、僕であったりあとは近本が、こうやって年俸上がることによって後輩の選手が、まあ頑張れば、年俸上がるんだぞっていうような、まあ、モチベーションじゃないですけど、まあ、そういったものもやっぱり僕らがこうそういうのも見せていく必要があるなと思ったので、まあ、そういうところも話しましたし、まあ、後輩が多くなってきた中で、本当にやりやすい環境っていうのを作ってきてやりたいなとは思ってますね。改めてですが、単年で契約を選んだというところはどんな思いがあってそのような決断になったんでしょうか。さっきも言いましたけど、まだ取得したわけではないので、そこよりもまずは連覇というところが僕は一番考えたいところなので、まあ、まずはその FA に関しては来年取得できてから、しっかり考えたいなと思っています。大山選手にとって今シーズンどんなシーズンになったでしょう。本当にいい1年になりましたし、チームとしても個人としてもすごく成長できた1年だと思いますし、まあ、その中でも、もちろん課題も見つかりましたし、来年連覇するためには、もっともっと、まあ、レベルアップしないといけないなっていうのも感じたので、このオフの期間をいい時間にして来年迎えたいなと思ってます。シーズンを通して一番印象に残った打席や場面であったりというのはどういうところがありましたか。いや、もういっぱいありますね、はい、打席というよりもやっぱり優勝、日本一を掴み取った瞬間、やっぱそこが一番
自分の中では印象に残っています。 CSN 日本シリーズ含めて今シーズン全試合4番スタメン出場ということも経験しました。そのことに関してはいかがでしょう。まあ、やっぱり、3年目ですかね、4番開幕4番で出て途中で4番を外れてしまった悔しさっていうのはやっぱりずっとあったので、今年はそれをまず達成することができてよかったですし、まあ、それにプラスして、まあ、優勝日本一っていう結果がついてきたので、まあ、チームが勝ったことが一番嬉しいですね。全試合4番を経験した大山選手だからこそ思うこの阪神の4番というのはどんなポジション、どんなところなんでしょうか。どうなんですかね。もちろん大変ではありますけどやりがいもありますし、それこそ優勝を日本一達成した瞬間の達成感っていうのは本当にすごかったですし、まあ、とてもやりがいのあるところだとは思っています。今シーズン最高出塁率ベストナイン、ゴールデングラブと数多くの賞をタイトル受賞しましたが、ご自身でこれは自分でよく頑張ったというようなところがあります。どうですかね、まあ、全部ですし、まあ、それ以外にもやっぱり1年間怪我であったり体調不良であったり、そういうところで離脱することがなかったっていうのが僕自身一番よくできた部分だと思ってますし、まあ、他にも目に見えないというか、まあ、タイトルにならない記録っていうのもすごく大事だと思ってたので、まあ、今年1年は、そういうところでもしっかりできたんじゃないかなと思ってます。大シーズンその中で目指すタイトルであったり数字であったりそのあたりはいかがでしょう。いやもう連覇、はい、だけです。個人的な数字的にはありますか。何かまずは連覇です。はい、少し話変わりますけれども、あの海の向こうでは大谷選手が大山選手と同年代で、あの新しいチームで来シーズンの所属契約が決まりました。その情報はご存知ですか。はい、見ました。その記事を見てどのように感じられましたか。どのようにすごいなと、はい、大谷選手というのは大山選手にとってどんな存在なんですか。どんな存在、すごいなって、はい、ありがとうございます。さあ改めて連覇という話がありましたけれども、来シーズンどんなシーズンにしたいですか。やっぱり、球団の方からもありましたけど、1年だけではなくてやっぱり継続してチームとして結果を残すことの大切さっていうのも言われましたし、やっぱりパレードであったりあれだけの人が喜んでくれるっていうのもなかなかないことだと思いますし、やっぱり、そうですね、そのたくさんの方が応援してくれてるっていうのがあるので、まあ、その方たちをもう一回喜ばせれるのというか、いい顔をしてもらえるようにもう一回頑張りたいと思います。最後にファンの皆さんに一言お願いします。今年1年は本当にすごく声援が力になったので、まあ、来年も力を貸してもらえれば嬉しいですし、それに応えれるように、まあ、個人としてもそうですけどチームとしてもう一回一丸となって頑張りたいと思います。